はい、山さん到着、大竹消化器内科クリニックさん到着しました。気に乗らないんだよな。まあ人間ドック気に乗る人はいないですからね。なんか悪い結果が出るんじゃないかって思ったらさ、苦手もんでね、ファンの人がコメントでさ、もう人間ドックに行きなさいってコメントが多いんだわ。今回は檜山さんの協力もあってこうやって来れたんだけどさ、ファンのためにもちょっと人間ドック行きましょう。とりあえず行こう。受付終わってどういう気持ちですか。もうやるよやるさっていう感じ。ずっとテンション低いっすね。やさら実はですね、何飲んでるんですか。ぬるまいよ。こちらにかけていただいて、腕を中に入れてください。はい、このままお出しかけてお待ちください。あれ、ナムさん、身長何歩あるって言ってましたっけ。162、はい、162。今見ました身長。いや見てない。155ですよ。嘘、マジで。ナムさん、めっちゃ ちっちゃくなってる。マジで7センチ。え、162はいつの情報ですか。3年前から7センチ小さくなってるの。そっか。はい、お願いします。はい、こんにちは、院長の竹と言います。はい、まずお話から聞いてまいりますけれども、以前違反とお書きになってますが、いつ頃の話ですか。2年半前くらいの、9月ぐらいかな。排便って毎日ございますか。ありますね。はい、胃もたれとか胸焼けとか何か今特徴はね、特にございませんか。薬流するときは、薬流するときは。お酒を飲みますか。好きですけど。週どのぐらい。毎日。毎日。ビールだったらどのぐらいいきます。1日平均4缶、354缶。そうですね、サーガー5杯ぐらい。はい、飽きませんね、体に。タバコはお吸いになりますか。吸いますね。はい、胃がんになってるのにタバコもお酒もやっとるんですか。もう何だろう、やっぱりね、どうでもいいやっていう気分で。どうでもいいことないですよ。どうでもいいっていうか、絶対そんなみんなどうでもいいって言うんやけど、かかったらこんな辛い思いすんのやったら思いますからね。でも何本ぐらいお吸いですか、タバコは。日によって違うんですけど、うん、大体10本前後かな。10本前後ぐらいしました。何か普段運動ってなさいますか。毎日9000歩ぐらい。9000歩ぐらい承知しました。ぜひ続けてください。タバコ吸う人って血管が悪くなってくるとですね、うん、足の先までね、しっかりとですね、血管がね、十分血液がいけなくなる。あ、多分行ってないと思います。行ってます、行ってます。ちゃんと触れてますから。冷え性だから。冷え性関係ないです。うん、はい、楽にしてください。ちゃんと水全部取るのはありませんとね。はい、いいですよ、どうぞお持ちになってください。ありがとうございます。人間ドックも疲れるんですね。疲れるわ。でもこれで病気が見つかる可能性があります。次に、視力聴力ご案内しますね。こちらにどうぞ。俺彼女より背が低いんだよね。残念。上からまず1番は下で、はい、2番が左で、はい、3番が上で、はい、0.7 です。ああ、よかったね。はい、そしたら今度聴力していきますね。うん、音聞こえたらこのボタンで教えてください。
反応してますか？ボタンは反応してるみたいです。これになると耳の機能も弱まっちゃうので。そういうことあります？あります、あります。え、全く聞こえない感じでした？そうですね。そしたらこの尿検査お願いします。はい、一番下のラインまでで大丈夫ですので、洗いの中に置くところあるのでそちらに置いてください。なんかついてっていいですか？なんでええよ。説明していきますね。まずこちらがモビプレットっていう受け剤になってます。今1リットル入ってるんですけど、これ本来1人2リットルの薬なんですね。あれ、まあとりあえずは1リットルで飲んでもらって、これでもし便がきれいになったら1リットルで終了。1杯を250ミリずつ分けて飲むようにしてください。一気飲みするんじゃなくて1杯を15分かけて飲むようにしてください。ゆっくり飲んでしたから出すっていうのを心がけてください。全部出し切ったんですね。それを着てるってことは空っぽになった腸を見ましょう。胃の中の泡を消すお薬になってます。え、胃の中の泡を消すお薬、洗うち。もう耳がもうダメなのでこれ飲んでください。はい、今外れそうな歯とかぐらついてる歯もないですか？ありません。辛いとこ前回検査ご苦労様でした。結果が出ましたのでご説明していきたいと思います。生活習慣病のお話からいきますけれども、ナムさん別にね、身長体重も別に肥満もないんですよね。とはいえやっぱり血圧がちょっと高い、コレステロールとか中性脂肪、血糖はものすごくいいです。あとはですね、問題は一つは聴力、高い音も低い音も右も左もみんなやっぱ聞こえ悪いんです。やっぱりね、聴器つこてちゃんと音聞こえるようにしとかないと脳の刺激が少なくなって認知症もなりやすいとも言われてるし、耳鼻科とかかっていっぺんなんでこんな耳ね悪なっとるかで調べてもらいましょう。こっちが右の肺でこっちが左の肺なんですけど、まあ、特にですね、あの肺の方は問題ありませんでした。カメラに関して言うと、以前何年前でしたっけ、2年前でしたっけ、手術されたってね。また胃がんが再発する可能性もありますから、できたらやっぱ定期的にチェックを受けてください。はい、ただ今現状としては大きな心配はありません。次で大腸ですね。大腸はもう結論から言うと何も言うなかったです。あ、よかったよかった。はい、ポリープとか何もなかったですとか、5年ぐらいはもう心配、大腸がないかなと思います。ポリープの心配もほとんどないですね、今とね。あと、まあ、最後にお話ししたいのが、今回の問題としてはやはり肝臓なんですね。肝臓が悪くなる原因っていろいろありますけど、やっぱり一番大きいのはやっぱお酒ですわね。こちら尿酸ですね。これね、基準値 7.0 までなんですけど 9.1 ですから、これ痛風率起こしてもおかしないぐらいのあたり、痛風。ただ今現状腎臓とかは全然問題ありませんのでね。だから腎臓が悪くて尿酸が溜まるというより、まあ、お酒をやっぱり控えはった方がね、今現状としては、ね、せっかく今から頑張ろうとは言った反面から、何か今回の検査に関してご質問とか気になるところとかあります？いや、安心しました。そう、思ったほど悪なかったですね。うん、先生、最後にちょっとお聞きしたいんですが、ナムさんの人間ドック企画、正直なところ50個ぐらい病院に当たって断られ続けたんですよ。でその理由が、ナムさんがホームレスだという理由で断られてたんですが、なぜ先生は受けてくれたんですか？いや、なぜって別に僕ホームレスやから受けない理由ないと思いますもん。ただそれシンプルな理由だって、はい、そして、ナムさんが心配してた病気もなく安心できたので、はい、本当にありがとうございました。さっきも言うたけどね、やっぱり今からも夢だんだん増えてきて、あぶれてきとんねんが体のものって楽しいですね。ありがとうございます。でした。はい、どうですか、今ちょっとフラフラしてます？大丈夫ですか？年齢おいくつっておっしゃってましたっけ？67歳。生年月日は？
年齢66歳ですよ。え、ほんまです、ほんまです。今年67になる年ですよ。66ですよ。もうじき67です。ラッキーちゃうかな